ルリ寺は、兵庫県左用郡左用町にある高野山真言宗の別格本山の寺院。三号は、船越山。詳しくは、船越山南高坊ルリ寺と称する。本尊は、千樹観世音菩薩。震災国十三箇所第三十三番札所。次元では、仁紀五年、聖武天皇の直眼により、行基が改装したと伝える。本堂、 奥の院、十二坊社、その他七十二堺の画覧が,があったとされる。南北朝時代に各有を中高解散として赤松のりにより再興された。以来、室町時代を通じ守護大名赤松氏との関係が深かった。創建以来、主元道の行場となっており、京都にある天外修治門派の昭五院に所属し、江戸時代には南高房と称した。現在、 南高坊は当時の本坊となっている。本坊の建物は1957年に再建された。また、寺が旧南高町に所在していることから、南高坊南高亭と題して、落語家の桂南高を迎えた落語会が毎年開催され、盛況している。2019年で第23回を迎えている。当時の奥には、船越山ルリジモンキーパークがある。 郵便番号679-5227兵庫県、左用郡左用町船越87700円、ウィキメディアコモンズには、ルリジに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。